実力ナンバーワンの、ニューと言います。こちらの方の試合は、どっちも勝ちたいなと思った試合なんですけど、負けた試合で、それで、問題ある人をコーチングしていきたいなと思ってます。傘2枚でチャージャー、かなり厳しいあれでしたけど、自分前線でなんとかまあ普通のプレーはできてたと思うんですけど、傘の方の人がまあうまくいかなかったんだと思いますけど、この方ですよね、まあ、順調にアサリを集めて、傘をちゃんと拾えて裏を取りに行ってると。順調にまず一人取ってるので、まあここら辺は問題ないかと思いますね。いいプレーだと思います。アサリ付近のゴール近くに隅田川のシートを貼って、しっかりとあれしてるところだと思います。本当は隅田川シートを使いながらキル取った方がいいと思いますね。自分はそこら辺はうまいんで、いつかまあ動画にしたいなと思います。多分動画にしないから皆さんあんまり使ってないんじゃないかなと思うんで、その隅田シートの前行ったり来たりすれば多分いいと思います。まあ横移動も入れながら、やっぱり武器構成なんじゃないですかね、これ。やっぱりまあ傘2枚というところ、相手はお寿司とボトル、まあチャージャーは同じだとしても、まあこの人が傘が悪いとは言いませんけど、傘が実力発揮できてなかったせいもあると思います。負けやだとは思ってはいませんけど、武器構成はなぜこんな構成にしたのかちょっと分かんないですよね。今の動きはちょっと相手に背を向ける行為はいかなものかなと。まあ実力、ブルって背中向いたのかもしれないですけど、下手すると負けやと認定されない、されかねないので、背中は向けない方がいいと思いますね。逃げても、大概今の人たちってもう、イカダッシュつけてるので、逃がしてくれないので、もう向き合って、あれした方がいいと思います。逃げるな、早めに逃げると。これは仕方ないですよね。今のは避けようがないんで。あれだけ目の前で打たんこをやられると、傘ではなもう対応できないですよね。ここは引いて、なんとか裏を取っていきたいと。ここは上手ですよね。この2枚はきついですよね、今の。まあ、負け屋ではないですね。やっぱり武器構成ですね。傘自体が弱かったんじゃないですかね。下手とは言えないんで、一生懸命プレイしてるので。ああ、惜しかったですね、2枚。これは飛んで欲しかったですよね、アサリで。自分前線前にいたんで、飛べば決まったかもしれないんで、必ずしもって、あ、こうやって決めましたね。あ、ちょうどよかったですね。すぐ飛べたと思いますね。自分前に出たんで。ここは自分が前前線で、抑えに行ったって感じですね。自分基本もう防御より、前線で抑えるって感じなんで、今日は、まあ、味方の人に任せてるんで、防御は基本は自分はしないです。バカラは前線男なんで、縄張り特有の前線男なんで、まあこんな感じで、自分は納得いってないですね。まあ
次回、負けないように最善努力していきたいなと思ってるので、まあ、1000年以上生きて、スプラトーン応援していきたいなと思ってるので、どうかよろしくお願いします。